あげてね、セレクターあげて、うん、ちゃんと動きましたね。いやーよかったね。ただここね、いつまで持つかわかんないけど、うん、こんな感じで直せましたよ。はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日はね、これ東京マルイのね、なんだこれなんだこれっていうか、電動ガンライトプロシリーズね、対象年齢がこれ10歳以上用のエアソフトガンで、まあ電動ガンで、あれだね、サイズが実物サイズで、うん、っていうところだね。で M4CQB で、まあこの辺ちょっと短くなってるけど、レシーバー周りとストックは実物サイズっていう感じなのかな。でこれはね、ちょっとジャンク品で、うん、あの動かない状態なんですよ。今ねこれ電池つないであるんだけど、うん、あのセミでトリガー引いても動かないし、うん、ね、この辺がちょっと動かない状態です。何なんだろうねこれ、うん、まあなんでね、このままじゃレビューもできないし、あ、ただセミオートで、エアコキとしてね動くんですよね、これね、ここ、こう引いてあって、うん、これはねちゃんと動作するんですよ。うん、何がいけないのかな、ちょっとわかんないけど、うん、あのさ、ほらまた電動ガンみたいなねまあ連続しすぎてね、 P90 飽きただろうと思って、ちょっとお茶濁し的にこれでもやっとこうかなっていうつもりなんだけどね、まだねガス風呂にはちょっと厳しい時期だしね、うん、これをねちょっと分解して中身を見ていく動画です。分解していきますか。まずはねこのバッテリーケースね外して、まあコネクタつながったまま引っこ抜くと破損しちゃうんでね、その辺だけ気をつけて、これねストックこう、まあ、引っ張りながら抜けば取れちゃうんでね、こいつだね、こいつが上下に分割できるみたいなんで、えっ違うしろ、ここだけ長いのか短いと思ったら、はい、こんな感じでね外れていきます。はい、うん、グルーガンでウェイトが止めてあるのかな、うん、よっと、ビス5本だったねここは。で先端だけ長いビスでした。でこんな感じで外れていきます。で隠れてるビスが1箇所だね、うん、はい外れたね、これね、かなりこれもビスがいっぱい打ってありますね。キャリングハンドルね、ここのストッパーを上に上げて、本当はチャージングハンドル引きながら後ろに引き抜くんだけど、ハンドガード外せば前に引き抜けるんでね、こんな感じで抜いちゃいますね。一箇所だけ、ここだけ裏側なんだね、ビスが。こいつだけね。ビスを片っ端から抜いていけばいいのか？ただね、サラビスのところとか、そうじゃないビスのところとかね、何種類か違う種類のビスが使われてるんで、そこだけね、やっぱり注意して。はい、これでね全部ビス外したと思うんだよな、見えるところは13本ぐらいのビスをこの辺も全部外しちゃったんだけど、うん、抜けてくるね、やっぱりハイダー部分ね、グリップの底にもビスが1本ありましたね、うん、とりあえず外していこう。はいはいはい、外すビスの数が桁違い、あ、スプリングピンがこの辺に入ってますね。あとはできるだけ、あ、そっか、これエアコキ要素も入ってるからな、もしかしたらチャージングハンドルがビヨーンとなるかもしんないね。うん、僕いつもここでガシャーンってやっちゃうガシャーンってなっちゃうんですよね。大丈夫かな、うん、なんか一箇所、あ、チャージングハンドルか、はい、あ、無事に分解できました。これやっぱ塗装だね。うん。チャージングハンドルはビヨーンしちゃうと嫌なんで、ちょっと取っちゃいますね。チャージングハンドルはね。ああ、なるほど。こう、トリガー引くとちゃんと視野があるもんね。トリガーで解放する。うん。
そういうことか。あ、チャンバーはすぐ取り外せますね。うん、なるほどね。ポップアップパッキンと、うん、綺麗な状態ですね。ただバレル太いね、これ。バレルを交換させないための対策かな、もしかしたらね、きっとね。ね、もうここまで外すとメカボックスも外れてくると思うんだけど、うん、よっと、ここにスチール製のピンが2本打ってあるんでね、うん、これで固定されているみたいです。メカボックスも取れましたね。セレクターはこういうセレクターか。なんかね、このセレクターがうまく動かないみたいな、あの引っかかりがあってね、うまく動かないみたいな話もあったんで、うん、よっと、あ、なるほど、なんかおかしいね、これ。じゃあね、ライトプロの、メカボックスをとりあえず、うん、まで分解しました。で、うん、ね、まあトリガーを握れば、ここ、視野ね、普通にエアコキでも動くんだもんね、これね。こう、カチッとここの視野がかかって、トリガー引くと、このトリガーバーがあってね、このトリガーバーが視野を解放して、うん、エアコキで打てるんですよ。ただ、これバッテリー入ってます。ね。で、トリガーを引いても、うん、うんともすんとも、いません。ね。で、もうこれ透明だから原因ある程度分かってきたんだけど、これがセレクターなんだよね。でこのトリガーバーがここのスイッチを引っ張るはずなんだけど、もうほら分かります、ここ折れてるんですよね。うん、折れちゃってて、このおかげでスイッチ引っ張れなくなっちゃってると、そんな状況です。しかしね、困りましたよね。これメカボックス単体で売ってないし、当然こんなここの部品なんて手に入らないですよね。これがさ、こんな風に壊れちゃうね、華奢な構造になってるとちょっと苦しいよなぁとは思いました。あとちょっと気になった部分があるんですけど、このセレクターが異常に硬い。なんかこうネバネバしたっぽい液体が入ってて、これなんだろうね、グリス？まあ前のオーナーさんの仕業かもしんないけど、なんだろうこれ、グリスみたいな、すごく硬い。これのせいでトリガーバー俺ここね折れちゃったんじゃないのって思っちゃうくらいな。ね、この部品がないとどうにも直せないんだよな。ただのエアコキになっちゃうもんね。困ったね。うん、なんとかしてみよっか、ここをね、修復してみようかな。それ以外に方法なさそうだな。まあそんな感じです。なんでね、とりあえずメカボックス開けていこうか。なんかな、最近はもうメカボックスばっかりだな。なるほどね、ちゃんとトルクスネジで止まってるんだね。トルクスネジの場所が2箇所か。こことここね。うん。2箇所。しかしな、あの部品までアクセスできるかな。これ開けた瞬間にバーンって中身が飛び出してっていう、そんな未来しか見えないんだけどな。組めなくなって終わりみたいなね。鍋ビスかサラビスかの違いがあるから、まあいいか。これでもどっち基準なんだろうね。ビスはこっちから打ってるけど、開けるときはこっちか、どっち基準だろう、わからんな。まあビスをとりあえず全部取りました。ビヨーンってなっちゃいそうなんだよな。一応これピストン押さえて、このモーターのステアが硬いのか、トリガーはくっついてくるし、開きたがらないところが何箇所かあるな。はいはい、とりあえず開きました。よっと、開いたけどこれまずいな。もう戻せない雰囲気がプンプンだな。元に戻、ほらこれ何、これなんだろうね、このス、うん、グリスが変質したってこと、接着剤見て、これやだね。
グリスともまた違うよね。で、あったあった。これ。これが折れちゃったパーツ。これね。困ったな、こんなの直せねえな、きっとな。しかし、随所にあるこのネバネバした液体は何なんだろう。糸引いてるよ。うん、取れた。はい。原因はこのトリガーバーがここでポキッと折れちゃっているせいです。このピンがね、これはどうやったら直せるかな、ちょっと考えてみます。はい、そしたらですね、ここの、まあ、トリガーバーの部分を今取り外したんですけど、でこの見えるかな、この折れた軸の部分とここでパキッと折れてたんでね、今ちょっとこれ接着剤で止めてあります。カチコチに固まる接着剤じゃなくて、これシューグー使ったんですよ。合成ゴム系の、ラジコンのボディ止めたりね、本当は靴修理用のボンドなんだけど、すごく強力なんで、ただ硬くならないんですよ。ただすごく強力につくんで、もう引っ張っても何しても取れないんです。ただこれがそのね、プラスチックのしなりがある素材なんでね、シューグーで止めてみました。ただこれだけだといずれここやっぱり油使うし、ついちゃうだろうし、いずれはね、剥がれちゃうんで、ここもうちょっと補強していこうと思いますね。まあ具体的にどうするのって言ったら、これピンバイスでちょっと穴開けて、うん、こうね、2ミリの厚さのプラなんだけどさ、穴開けて、そんな穴開けた分このクリップかなんかちょん切って、それ要は骨にしてね、こう入れてあげようかなと、そんな感じでだいぶ強度が保てるんじゃないかなと思います。なんで折れたのかなと思うんだけど、今これ全部この辺綺麗にしたんですけど、なんかね、ものすごくこのネバネバして糸を引くぐらいの何かがついてたんだよな。グリスともつかないような、でここの動きがすごく渋くって、なんかね、これ中古で買う時にそのトリガーの動きが異常にゆっくりっていうか、重いですみたいな、渋いですみたいなことが書いてあったんだよな。多分そのあのグリスが変質したのか、何か飲み物でも入っちゃったのか、ね、前のオーナーさんが何かしたのか分かんないけど、ちょっとね、ここは綺麗にしてシリコングリスの方でね、軽く動きを良くしときました。まあだいぶ動きは良くなったんじゃないかなね。ここネバネバしてね、すごくちょっと不快なものがついてたんで、あれ何なんだろうな、純正でそうなのかな、純正のグリスが変質したりするのかもしれないけども、僕にはちょっと分かんないです。でこのトリガーバーが引っ張るのがこれなんですよ。これここね、こいつをこう引っ張るんです。こんな感じで、結構力が加わる部分だし、でシューグーでちょっと持った部分も邪魔になるところはちょっと削らなきゃいけないんで、やっぱりね、ある程度穴を開けて骨を入れて、補強してやる必要があるなっていう感じですね。はい、そしたらね、これ見えるかな、ここピンバイスの刃が入ってるんだけど、5、6ミリ入れたかな、こうギリギリね、ちょっと斜めに入ってるんだけど、ね、でこのクリップの径とちょうど合うんでね、まあ、1ミリのドリル使いましたけど、こんな感じ見えるかな、でこれをこの長さにカットして、で今度ここはね、エポキシ系の接着剤を中に詰め込みながら、このクリップをね入れ込んじゃえば、それで結構強度が出ると思うんだよなと思ってます。こうやって補強してやれば多分使えるようになるんじゃないかなと思いますね。やっていきましょう。はい、そしたらね、このトリガーバーの部分ですね、一応
こうちゃんと芯っていうか骨をね入れて接着することができたんでね、これでいけるんじゃないかなと思うんです。いけないかもしんない、すぐ折れるかもしんないけどね。なんかこうこうね、こんな感じでこうこれを引っ張るんですけどね、大丈夫かな、こんなパーツ単体じゃ売ってないしね。まあこんな感じでメカボックスにまた戻していこうと思います。そしたらね、ここね、これここの部分折れたトリガーバー、ほらちゃんと動いてますよね。でスイッチ引っ張ってるの、うん、折れたトリガーバーを組み込んでメカボックスを組みました。うん、このメカボックス組むの大変だね。あんまりバラさない方がいいと思いますよ。よっぽどの理由がない限りね、バラしていいことがないと思うんで。トリガースプリングが強くて、トリガーをセットすれば他が飛ぶし、この辺がデリケートなんですよね。でモナカで合わせる時に軸がいくつかあって、この軸がなかなか入らないとか、結構大変でしたね。まあチェックとしてはここ、こうねコッキングできるんでね、でトリガー引いてまず打てることと、これでもうエアコキで動作はしますよってことなんでね。であとはバッテリーつないでね、ほら、うん、いいですね。ああ、いいな、うん、ほらセミオートもね、セレクター上げて、うん、ちゃんと動きましたね。いやー、よかったね。ただここね、いつまで持つかわかんないけど、うん、こんな感じで直せましたよ。いやー、よかった。とりあえず組み直して初速だけでも測ってみてね、このジャンク修理は終わりにしようと思いますけど、このメカボックスね、分解しない方がいいですよ、本当に。だってスプリング変えるって言ったってギアが樹脂だから強くも、そう強くもできないし、モーターもちょっとね、この同じモーターがあればいいけど、しかしね、よかった、直って。ほんとね、この辺のがベッタベタだったんだよね。このセレクターがちゃんと動かせない状態でさ、まあ今もこれちょっと渋いよね、これはセレクターが。本当はこれ自動ですっと上に戻るはずなんだよな。まあいいよね、とりあえず組み直して不具合あればまたなんとかしよう。こんな感じです。うん、直ったと思う、多分ね、嬉しいな。これね、確か3000円ぐらいで買ったんだよな。とりあえずセーフティーの状態でトリガー引けない、セミオートでセミオート、フルオートでちょっとあるかもしれない、セミオートフルオート、うん、こんな感じ。トリガーバーがね、どのぐらい持つかは分かんないんだけどね。でとりあえずじゃあちゃんと弾打てるかどうかだけチェックしてね、終わりにしていこうかなと、うん、思いますね。じゃあセミオートで 43.23 43.79 うん、 44.89 うん、いいね、いいですいいね、いいです。じゃあ分かんないけど、じゃあね、とりあえずセレクターをフルオートにしてね、フルオート打てるかやっていきましょう。サイクルも出るだろうしね。はい、うん、いいんじゃねえかな。 642.6rpm、 初速は 45.11mps。BB 弾は東京マルイの、まあ、0.12g のね BB 弾を使いました。いやー、よかった、とりあえず直ったもんねいいね、おー、いいです、いいです、うん、面白いね。こんな感じ、ちゃんと直りました。 BB 弾はやはりお部屋中に散らばってしまいますが、こんな感じですはい、いかがだったですかね。東京マルイの対象年齢10歳以上用のね、エアソフトガン、ライトプロか、電動ガンライトプロね、うん、1分の1スケールの、まあこれがねジャンク品で、まあ3000円ぐらいで僕は買ったのかな。うん、
動きませんよって、初め見ていただいた通りトリが引いても全くうっともすんとも言わなかったのが、うん、あの攻め音も振る音もねしっかり打てるようになりました。で、メカボックスまでっていうか、モナカを開けるまではね、あのボーイズよりはるかに楽に、うん、たどり着けるんですけど、メカボックス自体が、もう一旦割るとね組むのすごく大変な、うん、作りになってるんで、もう僕あんまりもう分解したくないなとは思います。なんで用事がなければ分解しない方がいいんじゃないかなと思いますけどね。あのどうしても分解する必要がある人は両側からこう外す前にね写真でも撮ってね、うん、あのスプリングの入り方とか全部細かく分かる状態にして分解する方がいいんじゃないかなとは思いました。うん、で一個気になったのがこのセレクターがね、あのこれパチッパチッパチッってこうちゃんとクリック感があって動くんですけど、これここに来た時なんか変な感触があったんですよ。セーフティーからセミに入れる時とか、フルオートからセミに入れる時とか、なんかね変な動き、あのメカボックスの中にネバネバした、グリスなのかなが入ってたんだけど、それの仕業とはまた違うような感触もあったんで、あれの仕業か、セレクタがこうスムーズに動かないから、これが要はスムーズに動かなかったわけで、これ中途半端な位置で、僕トリガーを引いちゃうと、あのトリガーバー折れるんじゃないかななんて思います。無理な力がかかってね、なんでこのセレクター周りで変な感触あったら気をつけてください。トリガー引かないようにして、無理にこうパチパチ動かしてもあれだし、こう基本的にはこうカチッカチッと軽くねクリック感がある動作をするはずなんで、ここがちゃんと動いてない状態だとあんまり使わない方がいいとは思いました。構造上ね、そんな感じかな。エアコギのみでいいよっていう人はね、別にあのスイッチ壊れようが何しようがね、なんて言うんです、ここチャージングハンドル引いてコッキングさえできればいいんだろうけど、これはこんな感じ。セーフティーでトリガー引けないと、セミオートでセミオートとね、ブロードで、たまちょっとね、あの僕がトリガーバーを修理した都合上ね、多分なんか当たりが変わったんだと思う。ちょっとフロートにならない時もあるんだけど、でもレスポンスも、こんな感じで治ってくれればねいいんじゃないかなとは思いますね。ということでね、いやーよかったな、治って、メカボックス見てあのパーツが折れてた時に、どうしようかなって思っちゃいましたもん。だってこれ直せねえなーって思って、丸い木かなとかね、でも分解しちゃったしな、そんな感覚でしたね。なんでね、似たようなトラブルで苦しんでるんであれば、ああいう直し方でこういう風に治りますよと。ただ直した部分は強くなってるかもしれないけど、その周辺が今度は次壊れるとしたらね、その周辺が壊れるんだろうから、どのぐらい耐久性があるかは分かんないけどね、ちょっとレビューしてね、遊んでいこうかななんて思ってますね。ということでね、今日の動画はこれでおしまいですね。いやー、ほんと治ってよかったです。また別な動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべし。またね。